花尾山から見た黒崎駅周辺や旗西区は北九州市を構成する7区の行政区の一つである。北九州市の行政区のうちで最も人口が多く、広報1、市の全人口の4分の1以上を占める。黒崎駅の南側周辺は北九州市西部の中心市街地、道海湾沿岸部は北九州工業地帯の一部をなすが、市域西部から南部には郊外住宅地が広がる。 北九州市の福都新黒崎には、百貨店、大型商店、商店街などの商業施設、区役所、公的機関、図書館などの公的、公共施設が集積している。また、交通の結節点として、JR 九州と地区法電気鉄道の黒崎駅、西鉄黒崎バスセンターが集積している。西部の折尾地区には、大学、短期大学、 高等学校等が多数存在しており、この地域は県内でも学生の街として有名である。また、北九州学術研究都市は、草海を接する若松区、響野にあるが、折尾駅からのアクセスが容易である。永遠沼沖田、上密役地区では、聖田の森公園や金山川などの身近な自然と、もに住宅地の整備が進んでいる。八幡南地区は、富士の名所、 吉祥寺やホタルの見どころ、黒川、畑貯水地など豊かな自然に恵まれている。小屋の瀬地区は宿場町として栄えた古い町並みが残され、歴史を生かした町づくりが進んでいる。広報1、人口規模や面積などから、かつて文句について行政レベルでも検討されたことがあった。ここでは、現在の八幡西区の領域に関係する地域の歴史のみ記載する。 その他については、北九州市、八幡市の公も参照。2013年5月7日、移転前の八幡西区役所出張所は、旧八幡市が併合した町村の役場を引き継いだもので、あるが、市政改革により再編されている。正確な開催時期や場所、またその他の祭りやイベントについては、書記ページや公式サイトなどを参照されたい。少子高齢化の進む北九州市の平均に比べ、 年少者人口比は高く、高齢者人口比及び平均年齢は低い。市内のなの中では、年少者人口比の高さ及び高齢者人口比と平均年齢の低さはいずれも2位である。国の平均と比べても同様だが、福岡県の平均と比べると年少者人口比以外はやや高い水準にある。数値はいずれも2010年国勢調査統計に基づく広報6。 広報7、県立私立私立私立本庄でラグビー、試合保育所用語老人ホーム介護老人福祉施設、ケアハウス介護老人保健施設工業、編集商業、編集ホテル、編集郵便局間郵便局以下に示す、市外、市内局番は、総務省の公開情報による、近年、通信自由化で、従来のパターンが通用しなくなっている、西日本電信電話以下、 エリア分類不明。八幡西区内にも以下のパターンに該当する電話番号の一部が存在する。なお参考までに西日本電信電話における一般的な割り当てルールは以下の通り。携帯電話については NTT ドコモ、AUYKDDI、ソフトバンクと目内ほとんどの地域で利用可能となっているが、市境に接する山間部などでつながらない地域がある。 世代交代が進められていることもあり、3G 以降のサービスのみについて、エリア拡大のため基地局整備等が進められている。八幡西区内には、地元の西日本新聞社が、熊西地区に、北九州西市局を、千代け先に、オリオ局を、それぞれ設けている。他の新聞社は、小倉北区の拠点が直接取材。テレビの電波直接受信については、さら、 倉山の八幡テレビ FM 放送所から出される電波を受けることを基本とするが、山陰に入り電波が届かない地域をカバーするために、鳴水中継局が設けられている。が、地上デジタルテレビジョン放送においては、八幡放送所からの電波で十分カバーできるとされたため、鳴水中継局はアナログ放送終了と共に廃止。ラジオについては、FM は八幡送信所からの放送を、 AM については響き放送所からの電波をそれぞれ受信する。ただし、AM については、他市長と接する周辺地域では送信所からの距離がやや離れていることもあり、高周波の2局が季節や時間帯によっては他局からの渾身障害を受ける。広報、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。